はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアウェイエンブレムエコーズでは続きやっていきましょう。盗賊の祠で、村人の人たちがクラスチェンジをしたので、まあこのまま進んでいきますか。戦いますか。盗賊の森、完全盗賊に占拠されてんな、ここら辺は。ラムの谷の突破戦、アルム君、あれをご覧なさい。あれはソフィア軍の兵士だ。じゃあ、あいつらは土勢軍ってこと？そうです。いよいよ南の砦が近づいてきましたからね。どうやら盗賊たちを雇い、この辺りを守らせているようです。油断してはいけませんよ。なるほど。ちょっと身支度しよう。で、やっぱりね、持ち物は1個しか持てないみたいですね。鉄の剣とかを、武器を持たせるか道具を持たせるかみたいな。じゃあオレンジとりあえず持とう。飲み水、あとはこいつも硬いパンでいいか。食べにくいパンとかひどいな。アルム君、あの兵士を見てください。川の盾を装備しています。これは少々厄介ですね。奴を倒せば奪うことができるのですが。川の盾か。アイテムは持ってるだけで効果を持つ。敵はアイテムを持っていることがある。倒して奪おう。いや欲しいね、確かに。あ、こっちに人がいっぱいいるね。さてどうする。川の盾か。ここだって山でしょ。僕に任せて。どうする。私頑張るね。ペガサスナイト、さすがだな。機動力が半端ない。機動力が半端ないけど、こいつに任せていけるか。28、アタック10、スピード12。絶対無理だ、死ぬわ。アルムを生かせるか。この山を通過していくの？まあちょっとじゃあアルムに任せるか。護衛に一人連れてく？アーチャーでも連れてこうか。本当だ。それでいいのかっていう感じだけど。こっちはじゃあこんな感じで進もう。神のご加護を感じます。リザイアとリカバーが分からん効果が。あ、大将がいるね。大将を倒しちゃうとさ、多分終わりだよね。やはりこの山で戦闘するしかないか。じゃあちょっとここで、こいつここにいよう。森でここで待ち構えよう。あんまりなんか離れてもな、あれだしな。いや、すっげえいっぱいだな、敵。やっぱり一歩ずつしか進めん。行くぜ、戦闘開始する。あ、強い。気のせいかな。まあ攻撃力が上がってくれたからよしとするか。弓ってどんくらい届くの？まだ届かないか、さすがに。魔法とかもまだ届かないよな。これはちょっとここでなんとかするしかない。やばい、やばいぞこれ。こいつ防御力低そう。よしよしよし。手応えを感じますね。オーケーオーケー。
おお、よくかわした。さすが森はいいね。ちょっと待ってよ。あ、こっからは一応攻撃でき、1しか減らねえし。山30。どうしろってのこれ。カッキーンとか。まあいいや、1でもなんとかするしかない。っていうかまずいな、これ本当にまずいぞ。回復しないとやばいんじゃねえの。やばいやばい、確かにやばい。強いね、傭兵強いわ。あとは黒魔法ファイヤー3残るのか。まあでもシャピオンにあるからね。くらえで、こいつで倒す。で、こいつって、あ、黒魔法、リザイアが黒魔法か。相手のヒットポイントを吸収する。うん、吸収しよう。で、倒す。任務完了です。で、あの、この弓兵がちょっと厄介だなーっていうか、マジここやばいなー。どうしようかなー。弓兵来た。おわー、痛いよ、マジ痛い。てか大将来たね。大将とか次死んじゃうんじゃないか。おわ、よくかわした。いや、ほんともう序盤からめちゃきついわ。食事をしよう。ヒットポイント10、ヒットポイント回復20。いや10で大丈夫だろう。で、反撃でなんとかしよう。元気が出たかな。で、こいつはもうちょび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 当てるしかない。そもそもかわされた。でよ、ここも意外にやばいから。盗賊くんとかさ、まあ、倒せるやつは倒しておこう。よっしゃ、やり。せめて川の盾パクってからな、倒したいよな。ファイヤー、でこいつも攻撃しよう。反撃しないとかできないのかな、これ。このさ、ピヨンってなってるの何なの。お任せください。どうする、ちょっと逃げよう。一旦退避。いや、もうパン食べちゃおう。死ぬのだけはマジ勘弁だからな。で、こいつをどうするか。弓兵をぶちのめしたい。よっしゃ、終わりです。どうですか。オッケー。で、次のターン。もう逃げてった。当たらないよ。ナイスだ。ガハ。で、弓とか連れてきた意味なかったな。やばい、魔術師狙いか。うおお、大事だな、やっぱり。そう考えると、うん、いけるよ。やらせません、やらせません。ギャッハッハッハッ、やっぱり回復しないとやばいんじゃねえの。これ食いもん、食いもんさ、物交換、食事、食事って自分が食事するだけでしょ。食事をさせられないのか。
ほんと無駄だよな。これ攻撃されて反撃して倒せるよね。よし、それを狙うしかない。もう じゃあ白魔法リカバーで回復させよう。よし、ちょっとずつ経験値をもらえるな。隣接してると多分あれだな、反撃を食らうから、反撃を食らわないところから狙う。ちょっとこいつらレベル上がんねえな。いやーいいわ、強い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 んだね。大丈夫だよ、倒せはしないか。あ、レベル1に戻るんだ。これこいつは倒しちゃうか。こいつ逃げてるな。ちょっとずつ追う。アルムが死にそうな気がするんだけど大丈夫かな。おお、よくかわしたかわした。どんな戦いだよもうこれ。ほら、これは食事をしよう。もう元気が出たかな。で、まあ、もしかしたら弓兵で全然しょぼいな。ヒット35って 35% ってことかな。倒せるときに倒そう。僕に勝てると思ってる。強気だねやたら。さて、じゃあこいつを追撃にかかるか。こいつはなんて逃げてんだ。すげえ機動力だな。あ、基地に戻るんだ。基地に戻って回復しようとしてんだな。よっしゃ、やっと倒したよ本当に。鉄の剣の戦技、攻撃を取得した。お、やった、そういうのもあるんだ。川の盾を手に入れた。アイテムを使い続けると秘められた戦技を扱えるようになる。ヒットポイントを消費して特別な攻撃を放つことができる。ヒットポイント消費ね。川の盾はもう道具袋に送ろう、さすがに。で、あとはこいつをぶっ倒せばいいわけでしょ。逃がさんよ。え、こいつ大丈夫？大丈夫だな。回復をおすすめしますよ。こういうところなんかあんのかな。すげえ物が置いてそうだけどね。逃げてるね。しかしここ占領してみようか。なんかある？あ、なんもねえわ。おら、ひどいなこれ。占領して絶望感を与える。あれ、あ、全然上がらん。この全然上がんないのってめちゃショックだな。次はもっと楽に勝ちたいぜ。よし、なんとか片付いたかな。ほんとなんとかだよ。ありがとうございます皆さん。さあ、仲間のいる南の砦はすぐそこです。てかレベル上げとかできないのこれ。この先の戦いも楽になりますよ。ルカの仲間か。いや、全体的な戦いはさ楽になるかもしれないけどさ、俺たちの戦いは絶対楽にならないかんね。あ、ルカ様、もうここまでいらしていたのですね。あなたは解放軍の。どうしました、南の砦で何かあったのですか。申し訳ありません、ルカ様が旅立たれてから戦況が悪化し、砦の解放軍はやむなく撤退。指揮を取られていたクレア様は敵に捕らえられてしまいました。クレアが、そんな。ルカ、私の責任です。不慣れなクレアに指揮を任せ戦場を離れてしまった私の。それは違うよ、ルカはクレーベって人の指示でじいさんを訪ねてきたんだろう。だったら責任はその人のものだ。ルカのせいじゃない。アルム君、それより
今できることを考えよう。そのクレアって人はまだ生きてるんだろ。だったら僕たちで南の砦を取り戻せばいいんだ。え、俺たちだけで？砦にいるのは劣気とした王様の軍隊だった連中だぞ。それでも戦わなくちゃ先に進めないだろ。みんな覚悟を決めよう。僕たちはもう解放軍の一員なんだ。アルム、しょうがねえ、やってやるか。グレイ、クレアって女の子だろ。きっと助けてあげたらさ。お前そんな理由かよ。なんだよ、興味ないのか。ないとは言わない。だろ。じゃあ決まりだな。皆さんありがとうございます。皆さん、あなたたちを解放軍に迎えられて本当に良かった。ルカ、それとアルム君、確かにこの事態の責任はクレーベにあるのかもしれません。でもどうか彼を責めないでやってください。捕らえられているクレアはクレーベの妹なのです。一番胸を痛めているのはきっと彼なのでしょうから。妹、そうか、うん、分かったよ。地の利を生かし戦況を有利に動かしたため。そうかな。そんな戦況有利になったかな。もうこのまま敵と戦わないといけない。ここら辺なんかすっげえ嫌だな。どうぜとか533、めちゃ強そうだ。盗賊のたまり場になってるってあるけどさ、これ敵とかいないのかな。探索開始。B でダッシュができるみたいですね。おお、あ、いる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 じゃん。経験値になってもらおう。で、私頑張るね。このままで大丈夫かな。4レベル、1レベルだからな。いやー、やっぱり弱い者いじめがいいね。スカッとするわ。でなんだかんだでグレイも1か。まだロビンとかさ全く活躍できなかったもんな。シルクも1レベルで仲間か。よしよしよし。こっちで倒そう。 OKOKOK。 僕たちの敵じゃなかったね。あ、そうかそうかそうか。これで99の人たちが何人かいるから攻撃を仕掛けないといけないんだな。なるほど、そういうことね。で一応ここに行けばちょっとレベル上げができるっていうことが分かったので、男性部をして、よし、ちょっとだけ稼ぎ作業をします。ではちょっとレベル上げが終わりましたので、進んでいきましょう。大体みんな3レベル以上にはなったかな。で、ラムの谷、南ソフィア平原とソフィアの南端部を隔てる天然の関所のごとき場所、道幅は狭く険しい山道が続くと。山とかね、めちゃくちゃ機動力落ちるからね。南の砦攻略戦、なんか日付がさ1ヶ月くらい経ってんだけどさ、あんま気にしなくていいのかな。まあとりあえずこれでいいか。な、証拠りもなくまた来たか。反乱軍どもめ。反乱軍じゃない、解放軍だ。行くぞみんな。完全にアルムが仕切ってんな。気をつけてください。奴は強力な弓を持っています。相当の実力者が慎重に近づかないと危険ですよ。なるほど、
じゃあ、アルムを前に持ってくか。アルムと、まあ、グレイかな。で、後ろからちょっと援護をする感じで、こいつも前線に出しては大丈夫だな。こいつはね、機動力がある代わりにヒットポイントがね、若干少ないんだよね。シスターと同じヒットポイントしかないからな。え、もしあいつさ、ここずっと陣取ってるとか、すげえ射程だな。でもまあ来ないっていうことは、とりあえずほったらかしにして大丈夫そうだな。じゃあここを拠点に、まあ、拠点も何もないんだけど、待ち構えよう。まずはこの近づいてきたやつをぶっ倒す。森を陣取るのがやはり、あれ、あいつなんか去ってったぞ。で、後ろからちょっと突っつこう。おお、瀕死のくせに頑張るな。グレイで倒すか。よし、レベルアップ1個か。まあスピードが上がってくれたからいっか。まあ多少時間がかかったとしても、やっぱり安全に行きましょう。安全に。いいね、やっぱり。まあ、弓はね、ただ少しだけやっぱり命中率がね低いっていうのがあるけど、リカバー、助かります。レベルアップ。おお、めちゃくちゃ上がった。よしよしよし。ディフェンスも上がってくれるとね、こういう耐久力の弱いやつは。ちょっとこいつを前に出そう。攻撃を食らったら嫌だからな。なかなかやるな。で、弓で援護と。弓マジいいわ。お、これは倒せるか。当たればよーし。神のお導きですね。さてさてさて、こいつここ陣取ってるんだったら、弓とかでいけるかな。こいつをどうするかだよな、本当に。一旦回復させよう。少しでもヒットポイントは回復させておいて、アルムとこいつで射程に入らないようにいくか。あれ、アルムじゃなかった。まあいいか。アルムはじゃあこっちの方に突っ込んでいくか。マジで動かないな、こいつら。ちょ、魔法部隊。ちょっと待ってね、このね、弓兵がな、アルムをおとりにする。それともこれはどう考えてもな、こっちから突っ込んでいかないとダメでしょ。アルムをここに置いておとりにして、で回復をさせながら戦おう。うわ、6。まあ、こいつは返り討ちにしよう。よし。で回復を、ちょっと待って、リザイアじゃなくて白魔法のリカバー。で、こっから狙えるね。超強いわ弓やっぱり。で、あとは魔法で、あ、届くね、届く。13だけど回復するんだよね、多分このヒットポイント回復があるから。わ、びっくりマークがついてる。
こいつ多分特攻だな。やつを始末しなければ。その間にこいつらが横から攻めると普通にこっちに来るわな、そりゃ。うー、痛いぜ。弓、こっから狙えるね。何かわしたか。さらにそこから黒魔法、超かわいそうだよなこいつ城壁の中にいてやられるからね。一体何が起こったんだみたいな。もう一発食らったらちょっと人参的なものを食おう。でこのボスは、まあ、みんなでかかれば怖くないでしょう。かわしてくれるとな、楽なんだけどな。横から攻撃、でとどめを刺す、はい、いけますよ。56か、よしよしよし。おお、鋼の弓をゲットした。この弓使いに装備させたいな。道具袋、鋼の弓交換、これで鋼の弓になってるか。よしよしよし。プラス3、スピードがマイナス3されるんだ、重いからか。飛行特攻になってるね。じゃあこいつはちょっと援護をつけながらここに来るかな。あ、来たね。おらおら、これなんか別にないよね、アイテム的なやつ。だってここ補給基地だしね。4レベルの3レベル、こいつで倒せれば。ちょっとこいつで倒したいな。魔法クリティカルもあるんだ、超強いんだけど。なんか打って変わって結構楽になったな。頭が冴えてるんだ。よし、上がり方も悪くない。そして3打を覚えた。僕たちの敵じゃなかったね。アルムとか倒してねえし。やった、砦を取り戻したぞ。ありがとうございます皆さん。敗れた仲間たちもきっとこれで。ルカ、さあクレアを探そう。この砦のどこかにいるはずだよ。結構簡単に砦取り戻したな。あれ南の砦内部っていうのがあるよ。こっちは部隊数9、戦力402、うちらっていくつ ?474 か。え、これなんかこっちに入った方が良さそうだよね。じゃあとりあえず、南の砦、ここが南の砦特にここなんもないか。じゃあとりあえず今回は、ここまでにして、次回はこの南の砦内部から、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。